緊急速報、平野章、神宮寺優太、岸優太が朝テレビで大発表。ミニアルバムの制作人も3人を称賛。あのボンジョビ本人も反応。音楽の世界では、才能あるアーティストが次々と新しい風を吹き込んでいます。その中でも特に注目を集めているのが、ナンバーアンダーライン愛です。彼らが最近発表したミニアルバムは、そのクオリティの高さと創造性で、 多くの音楽ファンや評論家から絶賛されています。今回は、このアルバムの制作背景やアーティストたちの熱意、そして彼らがどのようにして現在の地位を築いたのかを掘り下げてみたいと思います。まず、ナンバーアンダーライン愛のメンバーについて少し紹介します。彼らはそれぞれ異なるバックグラウンドを持ち、その多様性が音楽に独特の深みを与えています。ジン君。 キシ君、諸君の三人が中心となり、彼らの個々の才能とチームワークが見事に融合しています。この三人は、ただ音楽を作るだけでなく、その制作過程においてもお互いに深いリスペクトと信頼を持っています。最近、彼らはインスタグラムでミニアルバムの制作過程の裏側を公開しました。これにより、ファンは彼らの音楽に対する情熱と努力を垣間見ることができました。例えば、 撮影の舞台裏では本物の炎を使った演出や LED スクリーンをバックにした撮影など視覚的にも非常に凝った演出が行われていました。またグリーンバックを使用したシーンもあり CG を駆使してさらにリアルでダイナミックな映像を作り上げる努力が感じられます。ナンバーアンダーライン愛はまたロッキンジャパンフェスへの出演も決定しますます注目を集めています。このフェスは 彼らにとって大きなチャンスであり、多くの新しいファンと出会う場となるでしょう。彼らのパフォーマンスは観客を魅了し、さらなる人気を得ることが期待されています。ミニアルバムの制作には、数々の才能あるクリエイターが関わっています。特に注目すべきは、パンピーさんの存在です。彼はこのアルバムのビート制作に大きく貢献しました。パンピーさんは、 自らのビートを提供するだけでなく、ジン君や他のメンバーと密に連絡を取り合いながら、細部にわたる調整を行いました。このようなコラボレーションが、アルバムの完成度を一層高めたのです。ジン君は、パンピーさんに対して感謝の意を述べています。彼はパンピーさんの大ファンであり、今回のコラボレーションが実現したことに非常に感激しています。彼の熱意とプロフェッショナリズムは、 パンピーさんだけでなく、他のクリエイターたちからも高く評価されています。ジンくんのインスタグラムでは、彼が撮影中に見せたスタイリッシュな姿や、昭和レトロなファッションを着こなす姿など、ファンを楽しませる投稿が続いています。また、キシくんも SNS での活動を活発にしています。彼の投稿は、ファンとの距離を縮めるだけでなく、彼のユニークな個性を感じさせるものとなっています。 彼のツイートやインスタグラムの投稿には、しばしば彼のクリエイティブなアイディアや、撮影の舞台裏が垣間見えます。最近では、突然大量の投稿を行い、ファンを驚かせましたが、これも彼の情熱の現れでしょう。アルバムの制作にあたっては、メンバーそれぞれが自分の役割をしっかりと果たし、短期間で素晴らしい作品を完成させました。彼らは、音楽制作の合間を縫って、 コンサートやフェスティバルの準備も行い、非常に忙しい日々を過ごしていました。しかし、その努力が実を結び、ファンに最高の音楽を届けることができたのです。ナンバーアンダーライン愛の成功の背後には、彼らの普段の努力と情熱があります。彼らは常に新しい挑戦を恐れず、自分たちの音楽を進化させ続けています。その結果、彼らの音楽は多くの人々に感動を与え、 心に響くものとなっているのです。ナンバーアンダーラインアイのミニアルバムは彼らの音楽的な成長と革新の証です。彼らの音楽は単なるエンターテインメントではなく深いメッセージと感情を含んでいます。彼らの音楽に触れることで多くの人々が勇気づけられ新たな一歩を踏み出すきっかけとなることでしょう。今後もナンバーアンダーラインアイの活躍から目が離せません。 彼らは次にどんな音楽を届けてくれるのか、どんな新しい挑戦をするのか、ファンとしては非常に楽しみです。彼らの音楽がこれからも多くの人々に愛され続けることを願っています。ナンバーアンダーライン愛の成功の秘訣は彼らの才能だけでなく、チームワークと情熱にあります。彼らはお互いを尊重し、助け合いながら最高の音楽を作り上げています。このような姿勢が、 彼らの音楽に深みと魅力を与えているのです。彼らの音楽に触れることで、私たちもそのエネルギーと情熱を感じることができるでしょう。ナンバーアンダーライン愛の未来は明るく、彼らの音楽はますます進化していくことでしょう。彼らの次のステップに期待しつつ、これからも彼らの活動を応援していきたいと思います。ナンバーアンダーライン愛の音楽が、 これからも多くの人々に感動を与え続けることを信じています。そして最後に一つの問いかけをして終わりにしたいと思います。ナンバーアンダーライン愛の音楽はあなたにとってどのような影響を与えましたか彼らの音楽を聴いてあなたはどんな感情や考えを抱きましたかその答えをぜひ自分自身で見つけてみてください。彼らの音楽が あなたの人生に新たなインスピレーションを与えることを願っています。ナンバーアンダーライン愛の音楽が与える影響は人それぞれ異なるでしょう。それは彼らの音楽が多様な感情やテーマを内包しているからです。彼らの歌詞には愛、友情、挑戦、成長といった普遍的なテーマが巧みに描かれています。そのため聴く人々は自分自身の経験や感情に照らし合わせて 深く共感することができるのです。彼らの最新のミニアルバムもこうしたテーマに満ちています。例えば収録曲の一つ、勇気の光では困難に立ち向かう力や希望を歌っています。この曲はパンピーさんのビートが力強くリズムを刻む中で、ジン君の優しいボーカルとキシ君、諸君の情熱的なラップが見事に調和しています。聴く人々に勇気を与え、 自分の道を信じて進む力をくれる一曲です。また、友情の証は、友情の大切さとその絆を書いた感動的な曲です。この曲の制作過程では、メンバー同士が過去の思い出を語り合い、それを歌詞に反映させたと言います。そのため、この曲には彼ら自身の実体験が色濃く反映されており、聴く人々にもその真摯な気持ちが伝わります。音楽を通じて、 彼らの友情の絆を感じることができるのです。ナンバーアンダーライン愛の音楽は、ただ聞くだけでなく、その背景にある物語やメッセージを知ることで、さらに深く楽しむことができます。彼らの SNS やインタビューをチェックすることで、制作過程や裏話を知ることができ、音楽に対する理解と愛着が深まります。例えば、彼らがどのようにしてパンピーさんと出会い、コラボレーションに至ったのか。 またどのようにして一曲一曲を練り上げていったのかといったエピソードはファンにとって非常に興味深いものです。彼らの音楽活動において重要な役割を果たしているのがライブパフォーマンスです。ナンバーアンダーラインアイはライブでの表現力とエネルギーに定評があります。観客と直接触れ合い彼らの音楽をリアルタイムで共有することでより深い感動と共感を生み出します。 特に、ロッキンジャパンフェスや他の大型フェスティバルでのパフォーマンスは、彼らの進化を発揮する場となっています。ライブでは、スタジオ録音とはまた違った魅力があります。観客の反応をダイレクトに感じながら演奏することで、アーティスト自身も新たなインスピレーションを得ることができます。ナンバーアンダーライン l I のライブは、観客を巻き込み、一体感を生み出すことで知られています。彼らの音楽を通じて、 会場全体が一つになる瞬間は何者にも変えがたい体験です。また彼らの音楽ビデオも見逃せません。ビジュアルと音楽が一体となった作品は視覚的にも楽しめるものばかりです。特に最新のミニアルバムに収録されている楽曲のビデオは革新的でクリエイティブな演出が施されています。LED スクリーンや本物の炎を CG を駆使した映像は まるで映画のような迫力と美しさを持っています。これらのビデオを通じて、彼らの音楽の世界観をより深く理解することができます。